なんと月になります。このボケた時にめちゃくちゃいい感じになります。ショートの動画を使いながら深掘りしていけたらと思います。はい、皆さんこんにちは、ゆういちです。今回の動画はこちら、時任武一郎のフィギュア撮影です。ってことでですね、武一郎のフィギュア撮影もうショートの方には上がってるんですよ。概要欄の方にリンク貼っとくんでぜひ見てください。で、この動画ではこのショートでは伝えきれない部分、なんでこういう写真にしたのかとか、こういう撮影小物ってどうやって作ってるのかとか、そういう部分をショートの動画を使いながら深掘りしていけたらと思います。まずなんでこういう写真にしたかっていうところなんですけど、結論から言うと、入れたい要素としてイメージカラーが青とか水色っていうイメージがあったんで、その青系の色を入れたいのと、夜っぽさを出したいと、有名なバトルシーンっぽさを出したかったので、外でのバトルシーンっぽい写真にしたい。そのシーンが森の中でのバトルシーンなので、森っぽさを出したい。この4要素を1枚の写真の中に収めたかったんですね。で、この要素を出すにあたって、このイメージカラーの青っぽさを出したいっていうところに関しては、こういうカラーライトとかカラーフィルターを使って青をほんのり入れるっていう形にして、夜っぽさに関してはこういう黒背景を使って夜感を出してます。で、ここ重要なのが、俺がめっちゃ好きなライトの入れ方するんで、解説しながらこの部分の話するんで、ちょっと楽しみにしててください。で、外でのバトルシーンっぽさを出したいっていうのが、ショート見てくれてる方だと結構おなじみだと思うんですけど、このスモークマシンの煙を使ってのバトル感を出せたらなと思いました。で、森の中でのバトルシーンっていうところに関しては、このフィギュアのサイズに合わせてこれぐらいのサイズの木を作って、そういう森の中のシーンみたいなのを再現しました。この木も結構簡単に作れるんで、この木の作り方も後で説明していきますっていう感じ で、この4つの要素をうまいことをこの画角の中に収めて、まとまりを出しつつ1枚の写真にしていきます。で、それでは動画を見ながらちょっと解説していきます。どうぞ。じゃあ今回はアフレコなしの方の動画使っていきますね。で、まずここですね。今回使ったものなんですけど、ダイソーの接吻粘土、ダイソーの装飾グリーンモス、ダイソーのバーミュライト、これ土ですね。なんかカサカサの土です。もう一個鉢底石ってのを使ってたんですけど、ちょっと今回買いに行ったらなかったんで、もうこれでも代用できると思います。ちょっと大きめの粒の土っぽいのがあれば、とりあえず外感が出せれば大丈夫なんで、こういう土でも大丈夫です。アルミホイル、あとこれだけセリアで買いました、ビニール被膜針金。今見せたのはほとんどこの木を作る素材になります。じゃあまず木を作っていきます。この動画の通りなんですけど、針金をフィギュアの大きさよりも長めに切って、切ったのを4本ぐらいでまとめて、木の幹と枝部分を作っていきます。で、自分今回は大体幹が1本と枝が2本で作ったので、1本の木に対して12本ぐらい作りました。で、これ全部同じ長さで切ってるんで、枝用で作ったけどもう長さが余ってるよっていう分は、木の幹になる部分に巻きつけて太さを足しちゃいます。で、ここであらかた木の形が決まってくるので、幹から枝が生えてる位置とか、もう大まかな形はここで決め切っちゃった方がいいと思います。次にこのアルミホイルで幹の太さをちょっと足してあげます。この上にこの粘土をつけるんで、ここはある程度大まかで大丈夫です。で、このアルミホイルの上にこの接吻粘土をつけていきます。この枝の先端部分以外、枝の先端に葉っぱになる部分をつけるんですけど、その部分以外にこれをつけていきます。で、この動画の通り、粘土をそのままつけただけだと表面がツルツルなんですよ。で、実際の木って結構表面ボコボコしてるんで、まだ粘土が乾く前の状態の時に、このアルミホイルを優しくくしゃっとした状態のアルミホイルですね、これぐらいですね、このアルミホイルをちょっと丸めたものを押し当てていきます。これでかなり表面はボコボコになるので、この粘土つけた部分は全部このアルミホイルでボコボコにしてあげてください。で、こっから一旦その粘土を乾かすんですけど、これはこういうヒートガンで乾燥させちゃったんですけど、まあ、どのご家庭にもヒートガンがあるわけではないと思うんで、このドライヤーとかでも10分20分ガーってやってれば乾くと思います。なんかそういうのめんどくさいよって方は、もう1日2日このまま置いておけば、ちょっと風通しいいところに置いておけばいいかと思います。ほんで、次に色を塗っていくんですけど、今回使った塗料がこちらです。ダイソーの水性ペイント黒と、こちらもダイソーの水性ペイントブラウンですね。で、この2つをだいたいブラウンが8、
黒が2ぐらいで混ぜてあげて焦げ茶色を作ります。で、黒入れすぎると本当にすぐ真っ黒になっちゃうんで気をつけてください。で、全体に焦げ茶を塗ってその焦げ茶色が乾いたら、さっき作ったボコボコに対して白でドライブラシをしていきます。で、ドライブラシで使ったのがこのダイソーの白のアクリル絵の具ですね。で、ドライブラシって何ぞやって方もいらっしゃると思うん でドライブラシってこの筆についた絵の具をもう極限まで落とした状態でこの塗るものにファサファサってやってくものなんですけど、いつもはドライブラシするときいつも段ボール使っちゃうんですけど、段ボールに絵の具ちょこっと出して取ったのをもうさすがこうついた絵の具を落としていってファサファサってやったらちょっと粉飛ぶぐらいまで落としちゃいます。グイーってやっても全然段ボールには絵の具がつかないぐらいですね。でもこの状態でもこういう風に表面のボコボコ、こういう表面のボコボコの部分にだけ絵の具がつくっていうイメージでドライブラシしていきます。これをやることでこの凹凸の部分が写真にした時にしっかり見えるし、立体感も出るし、何よりリアルな質感にできるんで、これは来る時は必ずやった方がいいと思います。で、まだ何もしてない先端の部分にスプレーのりをバーってかけちゃいます。で、先端にスプレーのりを吹きかけてこのグリーンモスをもうひたすらくっつけていく。で、その上からまたスプレーのりをかける。で、モスを乗っけていくっていう作業に3回繰り返したら、あとはなんかあのヘアスプレーで髪全体を固めるみたいなイメージで全体にスプレーしてあげて、なるべくこのモスが落ちないようにしてあげます。これ結構細かいのは細かいし、落とすと掃除とかが結構厄介なんで、写真のためというよりは片付けのためにやった方がいいです。もうちょろっといじっただけでもう机の上に何個か落ちてるんで、これもしっかりやってあげた方がいいと思います。で、出来上がったのがこちらになります。もう何回も見せてますね、これがですね、写真だとフィギュアの後ろに置く予定なんですけど、そうなるとちょっとボケるんで、このボケた時にめちゃくちゃいい感じになります。だし、これ先端にひたすら乗り付けてこれくっつけてただけなんですけど、もう全然針金の部分は飛び出してもないしで全然目立たないんで、これで十分だと思います。全力で乾かしたりもろもろ準備したりで1本作るの大体2時間ぐらいですね。これ今回これ2本作りました。で、もうあとはもうこういう風に土を敷いていきます。あとはこっからが肝心です。ライティングです。1投目、これがメインライトですね。フィギュアの左手前から当ててあげたのがこういう風に映ります。で、2投目が斜め後ろからの青い光ですね。カラーフィルターは一通りあるんですけど、がっつり青にしちゃっていいなっていう時はもうこの下敷きを切ったものを使っちゃってます。あったらめちゃ便利です。で、3投目、ここがめちゃめちゃ大事です。画角の左上の部分を狙って、この直トレ、ライトにトレテを覆ったものですね。これを入れてあげます。この直トレを入れてあげあげることでこうなります。なんと月になります。このライティングというかこのライトの入れ方使い方がめちゃめちゃ好きなんです。俺このライトを支えてる足は木の後ろにうまいこと隠して、この足部分は映らないようにして、この光の部分だけ映るようにしてます。多頭焚きしてるんでこれ意外と見えちゃうんで、そこは注意ですね。4投目5投目は定常光です。4投目が定常光のこのライトですね。右側の木の境目がちょっとぼやけちゃってたんで、目立たせるために入れました。5投目がこのフィギュアのさっき青色入れた側の反対側のエッジにほんのり青色を入れたかったんで、これはストロボ使わずに定常光で青を入れました。そしていよいよ写真を撮ります。今回のカメラの設定が ISO64F11 シャッタースピード2分の1で撮りました。定常光も入れてるんでシャッタースピードめちゃめちゃ下げてます。スモークマシンの煙がいい感じになるまで何枚も撮っていって、あとはレタッチして、もう動画の中何回も見せてますけど、完成した写真がこちらになります。ちょこっと動画も撮ったんですけど、今回めちゃめちゃ好きな感じで撮れました。背景の動きとかはレタッチで加えてます。こんな感じでいかがでしたでしょうか。今回こういうショート動画を深掘りしていくっていう動画が初めてなので、もっとここの部分よく知りたいよとか、こんな動画も出してほしいよとか、ちょっと自分自身も結構迷ってる部分あるんで、ちょっとどんどんコメントで教えていただけたら嬉しいです。今回の写真いいねって思ってくれた方はぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。疲れた。